パジェロジュニアは三菱自動車工業が生産、販売していた SUV である。パジェロミニに続くパジェロシリーズとして1995年に発売された。パジェロシリーズとしては初めてカープラザ店でも併売された。ベースはパジェロミニだが大型バンパーと自主性オーバーフェンダーを採用することでより SUV 風の演出をしている。また、 時速 80km 以下でならレバー操作のみで FR と 4WD の切り替えができる EG セレクト 4WD を装備。エンジンは1.1リットルの4気筒サイ 1C16 バルブエンジンを搭載する。このエンジンはパジェロジュニア生産終了の10ヶ月後トップ BJ ワイドに1年3ヶ月後タウンボックスワイドにそれぞれ搭載された。 トランスミッションは5速 MT と3速 AT のにタイプが設定された。500cc 刻みである日本の自動車税制から見て中途半端な 1100cc という排気量の設定や旧カル自動車規格のパジェロミニと同等の室内の広さなどから車格に対して割高であるとの見方をされる場合がある。しかしエンジンルーム内への防音材追加、防眩ミラーの追加、エアバッグ、 ABS、サイドドアビームといった安全装備の標準化など、価格増加分は装備の強化に充てられている。また、アクロ走行性能は、パジェロのオフロード走行性に順次、加えて、パジェロミニに比べ、ワイドトレッド化されているため、オンロードにおける安定性も高くなっている。パジェロは、チリアル全ン地方南部パタゴニア地方に生息する、ヤマネコのパジェロキャットから、ジュニアは、 年少者、下級生、息子という意味。リンクスは北米、ユーラシア大陸に生息する山猫のこと。大山猫、フライングパグは空飛ぶ子犬と略される。マックツイストはスケートボード競技のテクニック名。後にスノーボード競技やインラインスケート競技にも使用される。ありがとうございます。